こんにちは、マスミです。本日はチャット GPT で SQL 操作をする方法を解説します。本動画ではラングチェーンというライブラリを用いて解説していくため、もしもラングチェーンについてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールはチャット GPT を使った SQL 操作を実現することです。システム設計としてはプロンプトが入ってきたらチャット GPT により指定の RDB に対する必要な SQL を生成し必要なデータ操作を行うという流れになります。実装方法としてはラングチェーンというライブラリを用いて Python というプログラミング言語で実装していきます。より具体的にはラングチェーンの中の Chains という機能を利用していきます。Chains とは簡単に言うと複数のプロンプト入力を実行する機能です。 SQL の生成から実行までを順番に行ってくれてかなり自動化の効果があります。ここから Python を用いた実装方法を説明します。まず環境構築としてラングチェーンを用いるため HIP インストールラングチェーンをしましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため HIP インストール OpenAI をした後に API キーを設定していきます。ご自身で発行した API キーをこのダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。もしも API の発行方法をまだ知らない方は以前解説したこちらの動画を参考にしてください。これで環境構築は完了です。ここから具体的な実装方法を解説します。まずサンプルデータを作るために次のような名前と年齢が格納されたデータフレームを作成します。そしてこのデータフレームを SQLite の URI に変換し Create エンジンを用いてエンジンを作ります。そしてこのエンジン上にデータフレームのデータを入れて保存します。こちらを実行してみましょう。そうするとここのプリント文が示す通り Select all from users ということでここで作成した users テーブルを出力してくれています。そして SQL Database Chain というチェーンに対して LLM のモデルと先ほど作成したデータベースを格納しています。この状態で佐藤さんの年齢はとユーザーの平均年齢はという質問を投げてみましょう。するとすごいことにこのプロンプトに応じて SQL 文がこのように生成されて実行した結果佐藤さんの年齢は20歳ですと正しい答えを返してくれました。平均年齢の方に関してもセレクトアベレージというふうに SQL 文を生成し平均年齢が30歳という正しい答えが返ってきました。次に佐藤さんの年齢はの佐藤さんをひらがなにして表記揺れを起こしてみましょう。すると驚くことに LLM はこのひらがなの佐藤さんと漢字の佐藤さんが同一の人物だろうと推測をして SQL 文をよしなに作成してくれて佐藤さんの年齢は20歳ですと正しい答えを返してくれました。最後にここまで解説した ChatGPT で SQL 操作をするプログラムを Web アプリに落とし込むとこのような強化版 ChatGPT のようなものが作れます。ここでは .db ファイルを読み込み質問をするとチャットボットが返答してくれるような Web アプリを作りました。 ChatGPT とラングチェーンを用いた Web アプリ開発の方法は以前解説解説したこちらの動画を参考にしてみてください。以上、本日はチャット GPT で SQL 操作をする方法を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているためぜひチャンネル登録と友達追加お願いします。またチャット GPT の仕事の相談や依頼をしたい方やチャット GPT の仕事に携わりたいフリーランスエンジニアの方は概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。